今からね、俺、まぁ、ちょっと、落書きでもしようかなと思って。まあ、下書き書いて、あと、ビジネスするだけなんだけど、まあ、説教だからちょっと、動画にでも撮ろうかなと思って。で、使う道具は、まぁ、これ黒いインク、黒インク、それと、Gペン。これ俺がもう学生の時から使ってるやつなんで、もうボロボロなんだけど、真っ黒で。それと、丸ペン。あと、筆ペンだね。先が、筆状になってるやつ。まあ、これらを使って、ペンを入れていこうかなと。俺別に自分のなんか絵のテクニックとかを見せるつもりもないし、イラスト教室とかみたいな動画を作る気もねえんで、ただ本当にダラダラ絵を描いてるところを撮ってるだけ。自分でこの描きながらカメラが確認できないんで、どんな風に映ってるかわからないんだけど、俺の絵なんて今の子が見たらセンスが古いと思うんだけど、好きで描いてるんで、その辺のセンスの言葉を許して。今俺がやってんのが漫画のテクニックの一つで艶部だっていうやつなんだけど、これがうまくできない人が多いよね。漫画を描こうと思ってる子はできた方がいいかもな、これは。これいっぱい服のビヨーンと伸びてる線は何だって思ってる人が多いと思うんだけど、これは単にこういう服のデザイン、俺紐が好きなんだね、こういう紐なんで、服にこうやって紐を無意味につけるのが好きで、これもやりすぎるとなんだこれみたいな感じになっちゃうんだけど、俺はちょっとこれつけるのが好きなんで、今回はつけてみた。今回のこの絵は、まあ、好きなものをいっぱい寄せ集めてみたい。まずこの紐でしょ。それと俺この服のシワ描くの好きなんだよね。シワでしょ、服の。あとこの手かな。もうちょっと後でペン入れするけど、手を描くのが好きなんだよね俺。なんで手を胸に当ててみた。この服のシワがどうなってるか、どう書いていいか分かんないって人が結構多いよね。別にこういうのって法則ないから、適当っちゃ適当なんだけど、まあ、もしポイントがあるとしたら、人間の関節の曲がるところにいっぱいシワを入れてやると、それっぽくなるっつことぐらいかな。あ、俺の好きな、手に近づいてきて嬉しい。俺この手を描くのが大好きなんだよね。手描くの嫌いとか苦手だって人多いよね。俺結構なんか人が苦手なもの好きなのかな、俺。シワとか、手とか。俺人間の手描くの大好きで、いつまでも手を描いていたいんだよ。顔を描くより手を描くの方が好きなのかもしんない。なんで、ちょっとでも手を長く描いていたいから、シワシワにしちゃうんだよね、手を。じいさんの手みたいに、すげえシワを描いちゃう。これで終わりにしたくないんだよね。手を描くの。なんでこの、こう、爪の一個一個とか、あとこの、こういうシワだよな、関節の。これも、俺もすげえ描いていっちゃうね。ずっと手を描いていってたいから。あと、ここだよな、この、この手の甲の骨が浮き出てるとことか、血管が出てる様子まで、こう、描いちゃうんだよね、こうやって。で、すげえ気持ち悪い点なんだけど、俺はこれが好きなの。気持ち悪いと思うやつは思えばいいやと思って。手ってその人の人生が現れてると俺思うんで、手は細かく描きてえの。
ルペンをこうやってしょっちゅう持ち帰るの。 G ペンと丸ペンを一本で書いちゃう人もいるけどね。スケペンが苦手だって言う人もいっぱいいるんだけど、俺もね、学生の時はこのスケペン大嫌いで、なんでこんなもんで漫画描かなきゃいけねえのかなって思ってたんだけど、覚えるとこんな面白いペンはないの。この太いとか細いを自在に出せるんで、太い線と細い線が激しく混在してる線が好きなのね。だからこうやってすげえこうリズムをとって描くっつうか、このペンの線の気持ちよさ、この太い細いの、これを覚えたらこんな面白い道具はない。喋ったらこすっちゃった。まあ後で直せば、全然気にしない。自分では全然絵うまいと思ってないのね。でもなぜかうまいうまいって言われてきたな。絵はあんま下手って言われたことないの。みんな気使って言わないだけかな、もしかして。ヘランがしばらく描かなかったんだけど、最近またちょっとちょくちょく描いてる。ペンの線が生きたものであれば、スクリーントーンなんか貼らなくても立体感のある絵に見える。ペンを入れて塗り絵みたいな感じになってしまう人は、ただ下書きの線をなぞってるに過ぎないからそうなってしまう。あと乾いたら消しゴムかけて修正して終わりにしようかな。なんか消しゴムかけたらかえって原稿が汚くなった。このゴム自体が汚れてるのかな。まああんま気にしてねえけど、なぜなら修正すりゃいいだけだから。色を塗れば絵が派手に見えるんだけど、俺は漫画を描くのが好きだったんで白黒の方が好きなの。イラストレーターの人は色を塗る方が見栄えがするって思うと思うんだけどね。
これが仕事だったらこっからスクリーントーンを貼っていくんだけど、これは遊びなんで、落書きだから単に俺の。これで終わりにしようかな。完成。